リコのオールライトニッポン That's alright、oh, oh, oh, oh. Everything's gonna be alright、oh, oh, oh, oh. 皆さんこんばんは、リコです。昨日くらいから急にちょっと涼しくなってきてびっくりしてます。9月入ってからもなんかずっと暑すぎてもう毎日汗だくみたいな感じだったんですけど、なんか昨日外に出たら急になんか涼しくて、なんか台風が来てるんでしたっけなんかちょっと前も言ったかもしれないけど、うちテレビがなくて、ちょっと天気予報もなんか見たり見なかったりするんですけど、なんか大陸から急に日本列島にこうぐいっと曲がってくるような台風がなんかね来てるみたいなのを見たんですけど、それの影響なのか昨日くらいからすごいなんか涼しくて、もう本当についこの間までめちゃ冷房もう冷房なしじゃ生きていけないぐらい、部屋でもガンガンに入れてたんですけど、今日はもうついに、冷房入れなくてよかったですね。窓を開けて、はい、自然の風でやっと秋来たかという感じでしたけども、まあでもあれですね、季節の変わり目はやっぱり体調崩しちゃったりとかするので、皆さん気をつけてくださいね。はい、昨日かな、昨日発表したんですけど、昨日じゃない、あそうだ、時差があるからね一昨日かな、一昨日発表したんですけど、11月24日の日曜日にですね、去年も開催したんですが、神戸シアタージャジーさんで、フルバンドワンマンライブを開催させていただきます。はい、でこのね神戸 の, フルバンドワンマンライブ去年もやらせていただいたんですけど、もうねちょうど体調を崩してしまって、か声ガラガラの状態でフルバンドなのに歌うっていうね、ちょっと去年の、ちょっと苦い思い出がありまして、はい、でも今年も、だからちょっとリベンジというかね、もう今年は絶対に体調崩さないようにもう万全の状態で、またフルバンド神戸で、楽しみたいなと思っておりますので、皆さんお互い、体調管理気をつけて、季節の変わり目過ごしましょうということで、今日も元気にやっていきたいと思います。第11回リコのオールライトニッポンスタートです。はい、それでは早速メール読んでいきたいと思います。ラジオネームまこっちゃん、りこちゃんこんばんは。前回ダイエットのおすすめがあればとのことだったので、おすすめを一つ、 YouTuber 竹脇まりなさんの動画おすすめします。おすすめポイント 1.1 回10分、15分のものが多い。2.1つの動画に筋トレ、有酸素、ストレッチ要素が含まれているものが多い。3. 同世代女性。 4. マンション対応、飛んだりしなくてもできるものが多い。 5. あと少し、いや私もきつくなってきたなど、一人で頑張っている感が薄れる字幕がある。 6. 一つのトレーニング時間が短いから自分に合った組み合わせもできる、3分5分のものもあるからです。痩せるだけじゃなく健康のためにも運動って大事だなとつくづく思うので、お互い楽しみながら健康に、また元気に笑顔で会おうねとのことで、まこちゃんお便りありがとうございます。前回ね、そうだよ、ダイエットダイエット頑張りたいんだっていう話をしたところでした。ありがとうございます。竹脇まりなさん、私調べたんですよ、YouTube ちゃんと
チャンネル登録してたなんか名前聞いたことあるなと思って、さっきあの YouTube 開いてみたらちゃんとね、あのチャンネル登録してました。ただあの再生している動画が1本しかなかったんですねあの1年前に1本だけ再生してましたね。うん、多分その動画のやつだけ、多分1回だけね動画見ながらやって終わったんじゃないかなと思いますけども、はい。竹脇まりなさんね、なんかインスタのリールとかでも結構回ってくる気がする。まあ私がそのリールでよくダイエット系の投稿を、まあ、いいねしたり保存したりしてるから、あのおすすめで出てきたりするんですけど、まあね、ちょっとチャンネル登録して安心してるという説はありますよね。うん、あのチャンネル登録して、まあ、見ないっていうはい、っていうね、まあ疑惑はありますけども。そう、でもそうなんだよね、このなんで、だから私もさ、動画はそういうリールとかショート動画ね回ってきたりとかして、そうそう、あと少しとかもう少しみたいな、頑張れ、なんか偉い偉いぞみたいな、なんかそういうコメントがあの載ってたりとかして、一緒に動画見ながら一緒に頑張れるみたいなね、そうすごい素敵な方なんですけど、はい、取り入れましょうね、これは。チャンネル登録して満足してる場合じゃないぞということで、はい。まこちゃんもじゃあこの動画を見ながらやってるんですかね。えらい。いやでも本当にね、そう、痩せるだけじゃなくて健康のためにもね、本当に大事ですよ、運動。ぜひ、竹脇まりなさんの動画見ながら、うん、やってみようかな。あの毎日ちょっとずつっていうのがいいんですよね。なんかこう大げさによーしやるぞみたいな、あーもう頑張らなきゃみたいな、こうあんまり気合い入れすぎるとね、ちょっとハードルがね高くなっちゃって、あーやりたくないみたいな感じになっちゃうから、うん、まあまあそうだね、あのマリナさんの動画は結構短めのものもありますので、うん、やってみようかな。これいいね、あのマンション対応、飛んだりしなくてもできるものが多い。うん、確かにこの騒音問題はね、ありますから。あのせっかくね、お便りいただいたので、ちょっとマリナさんの動画もう一度私も見てちょっとやってみようかなと思います。気になる方はぜひぜひみんなも一緒に、ちょっとやってみましょう。竹脇まりなさんで、ちょっと YouTube 検索したらね出てくると思いますので、はい、頑張りますありがとうございます。はい、続いてラジオネームグラスさん。リコさんこんばんは。ラジオのお便りをお送りします。長崎と鳥取のそれぞれのおすすめ観光地ベスト3とそのおすすめポイントを教えてくださいということで、ありがとうございます。いや、まあ、長崎はさ、私の出身地、まあ、私の地元長崎県ですよ。うん、でなんで急に鳥取って思う人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、あの仲良しのシンガーソングライター、黒沢かなさんっていう方がいらっしゃいまして、でかなさんとはもう本当に長いこと一緒に2人でね、全国ツアー回ったりとかライブいっぱい一緒にやらせてもらったりして仲良くさせていただいてるんですけど、その黒沢かなさんが鳥取在住なんですね。で毎年鳥取ツアー、鳥取観光ツアーっていうのを神奈さん主催していて、でそのお手伝いで私も毎年鳥取ツアーに、観光ツアーに参加させていただいてるんですよ。うん、という流れで、グラスさんから長崎と鳥取のおすすめ観光地教えてくださいとお便りいただきました。じゃあ私の地元の長崎ベスト3からいきますか。うん、まあ長崎はね本当にね観光スポットなんですよ。めちゃめちゃ観光スポット、観光地なんですよ長崎県って。多分修学旅行で行ったことあるっていう人いっぱいいるんじゃないかなと思って、よくね本当昔から修学旅行生もすごく多かったですし、歴史が深い町なので長崎は
もうね、おすすめの観光スポットたくさんあるんですけど、まあ、今回は結構ちょっと、まあ、王道というか、メジャーどころを選ばせていただきました。はい、では発表したいと思います。長崎のおすすめ観光地ベスト3、第3位は軍艦島です。イエーイ軍艦島行ったことある？てか軍艦島って言って皆さんご存知ですかね。昔橋島っていう、昔というかもともと橋島っていう名前の島なんですけど、長崎市内から船でどんぐらいだったかな20分ぐらいだったかな。私も軍艦島クルージングっていうのがね今できるんですけど、クルージングで、2回ぐらい行きましたけども、昔そこ、炭鉱だと合ってるかな、炭鉱業がすごく栄えていた時期にめちゃめちゃ人が住んでたんですよ。で東京の人口密度の何倍もの人口密度、すっごい小さな島にめちゃめちゃ人が住んでたっていうちょっとすいません、ちょっと、まあ、調べていただいたら詳しいこと出てくると思うんですけど、すごく面白い島でして、で今はね人住んでないんですが、まあちょっとなんていうの、廃墟っぽくなってるんですけど、映画の撮影で使われたりとかね、進撃の巨人とか実写版の進撃の巨人の映画の撮影で使われたりとかしていて、で上陸できるんですけど、だんだんやっぱり建物とかが老朽化してきてて、こうもう崩れてきちゃったりしてるから、結構ねもうだんだんこうもう上陸もどんどん厳しくなっていっているんですね。で結構規定があって、その船でねクルージングで観光できるんですけど、波の高さがこう何センチ以上だと上陸できないとかいうちょっと決まりがあって、で私もねその長崎観光ツアーを2021年と2022年だったかな、2年連続で、観光ツアーやらせていただいて、でその時にみんなでクルージングで上陸したくてね、軍艦島行ったんですけど、2年連続上陸できなかったんですよね。1年目は確か台風がちょうど来ちゃってて上陸できなくて、まあ島の周りをこう船でぐるっと回って、まあ、帰ったって感じだったんですけど、次の年も残念ながらちょっと波が高くて上陸できなかったっていうので、ちょっとでもいずれ本当に軍艦島もうその波とか関係なく、そのもう老朽化とかの問題で上陸できなくなっちゃうので、ちょっとまた長崎観光ツアーでみんなでリベンジしたいなとは思ってますね。うん、で軍艦島自体も面白いんです。なんか見るだけでも面白いんだけど、そのクルージングの船の中で船の会社の人がこうその橋島の歴史とかをすごくお話ししてくださって、そのお話がすごい面白くて、ぜひぜひ皆さん長崎行った際はやっぱ軍艦島は行っといた方がいいと思いますね。はい、っていうベスト3の 3位でした。はいはい、そして、次行きましょう。おすすめ観光地ベスト3第2位は稲佐山展望台です。はい、稲佐山展望台、ご存知ですかね。稲佐山っていう、まあ、山があるんですけど、ここはねここから展望台がありまして、この展望台から見る長崎市内の、夜景がめちゃめちゃ綺麗なんです。はい、もう長崎の、夜景スポットということで稲佐山展望台すごい有名なんですけど、世界三大夜景に選ばれておりまして、
ここから見る長崎の夜景が。これあんまり知らない人多いんじゃないかな、あの長崎県民以外は知らない人多いんじゃないかなって思うんですけど、世界三大夜景、モナコ、香港、長崎だったかな確かちょっとうろ覚えだけど、はい、確かそうなんです。に選ばれてるぐらい、あのすっごい夜景が綺麗なので、ここもぜひ行ってみてほしいですね。うん、あのこのね、ちなみに稲佐山展望台があるんですけど、その近くに稲佐山公園っていうのがあって、そこに大きいね野外ステージがあるんですけど、まあ、そこのね野外ステージは毎年あのサマージャンボリーっていう夏フェスを開催してたりとかして、あのライブの野外ライブで使われたりもしてます。あの福山雅治さんも長崎の凱旋ライブで稲佐山公園のね野外ライブ開催されたりとか、結構有名な方たちもよくいらっしゃってる稲佐山展望台、そして稲佐山公園、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ということで、長崎のおすすめ観光地ベスト3、第1位はハウステンボスですね、やっぱはい、やっぱハウステンボスだなって思いました。うん、あ、ハウステンボスはみんな知ってますよね、きっと。あの関東とかで、あの長崎出身ですって言ったら絶対最初に、あ、ハウステンボスですねって絶対最初に言われるんで、あのやっぱハウステンボスで全国区みたいで、うん、ハウステンボスかな、やっぱ。あのいっぱいあるんですよ、あの私原爆資料館とかも絶対行ってほしいなとか思ってるんですけど、まあでも、うん、まあ第1位のおすすめはやっぱりハウステンボスかな。はい、でハウステンボスはね、もう季節によってこう見どころというか、あの様式が変わっていくので、いろんな季節に行ってほしいなと思いますね。うん、私好きなのはね、やっぱりまあ暑いけど夏はひまわりがすっごい綺麗で、うん、夏ひまわりすごい好きですね。あのね、でも春のチューリップもいいしうん、まあどの季節に行っても楽しめるんですけど、でもすっごい有名なのはやっぱり冬のイルミネーションかな。光の王国っていうのを、あの冬の期間はイルミネーションがめちゃめちゃ綺麗で、すっごいので、うん、なんかもうあたりもう一面キラ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 みたいな、でフォトスポットも本当にたくさんありますし、うん、めちゃめちゃ綺麗なので、うん、まあこれからね、いつからあるんだろう光の王国、多分冬寒い季節にやってた気がするんですけど、うん、すっごいおすすめです。で私はあの泊まったことないんですけど、ハウステンボス内にホテルとかがあったりして、ハウステンボスのホテルいつか泊まってみたいなってずっと思ってるんですけど、ハウステンボスのね、そうで、なんか別荘みたいな、ハウステンボスのあの敷地内かな、敷地内に別荘みたいな家とかがいっぱいあるエリアがあるんですけど、そこは本当になんか個人でモテるみたいな噂で聞いたこと、これ本当かなあの噂で聞いたことあるんですけど、すごいよね、敷地内に別荘みたいな、本当だよね、これちょっと誰か長崎県民、佐世保市民の方、詳しい方いたら教えてください。うん、なんかねそういうのもあったりして、ハウステンボスはね楽しいです。あの最近は本当にアトラクション系もあったりするので、子供から大人から子供までみんな楽しめると思うので、ぜひ長崎にいらっしゃった際はハウステンボス行ってみてください。長崎は本当にもう食べ物も美味しい、やっぱ海鮮はめっちゃ美味しいし、あのそれこそハウステンボス周辺とかだったら、あの佐世保バーガーとかも有名で、すごい美味しいので、美味しいものもたくさんありますので、皆様ぜひぜひ長崎遊びに来ていただけたらと思います。そして鳥取、
鳥取ベスト3。鳥取ね。だから私あのかなさんの鳥取観光ツアーで3回行ってるのかな。かなさんは去年もやってますから2021、22、23 3回行ってるのかな鳥取。うん、すごいよねいやでも本当にね、かなさんがいなかったら鳥取行くことなんてなかったんで、毎年めちゃめちゃ楽しませていただいてるんですけど、まあ、それではあのそんな私の、鳥取県のおすすめ観光地ベスト3、発表したいと思います。第3位、青山豪商ふるさと館でございますはい、皆様ご存知でしょうか。青山豪商先生、名探偵コナンの作者の方ですね。はい、コナンの作者の青山先生が鳥取のご出身ということで、あの青山先生の、資料館というか、あの作品のね、いろいろ掲示がある、ふるさと館、青山豪商ふるさと館っていうのがありまして、これ行ったのは去年だったかな、去年だったかな、うん、そう、まあ私ね、あの、まあ、アニメ大好きってのもあるんですけど、まあアニメは好きなんですけど、そもそも名探偵コナン、めちゃめちゃ世代、本当に。あの、コナンの第1話、アニメ第1話からリアタイしてたぐらいの、もう超ド世代なので、コナンはずっと大好きでしたし、はい、あの、すっごい楽しかったですよ。うん。でもちょっとね、その去年あんまり時間がなくて、わかんない、時間がなかったのか、あまりにも自分がじっくり見すぎてちょっと時間が足りなかったのか、うん、あの、たし、うん、ちょっと一人でじっくり見てたかもしれない。でも気づいたらみんないないみたいなまあ、もともとそのアニメも好きだし、コナンも好きだし、まあ、そういうなんかこう、なんか資料館的なところを見るのめっちゃ好きなんで、あの、楽しかったですね。はい、コナンがいっぱいいて、怪盗キッドとかで、なんかいろんな仕掛けじゃないけど、なんか展示物とかもすごい面白かったんで、ここはね、ぜひ、コナン好き、みんな好きだよね、コナンみんな好きだよね、うん、ぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、第3位は青山豪商ふるさと館でした。はい、続いて第2位は水木しげる記念館はい、あの、また似たようなものをって思われたかもしれないんですけど、水木しげる先生は、ゲゲゲの鬼太郎の作者ですね。ゲゲゲの鬼太郎の作者の、水木しげるさん、水木しげる先生も、鳥取出身ということで、いや、ここもめちゃめちゃ良かったですね。あの、青山豪商ふるさと館は、どっちかっていうと、そう、作品にフィーチャーした感じ、あの、青山先生、まあ、青山先生のこともね、もちろん、あの、書いてあるんですけど、どちらかというと、まあ、コナンとかキッドとかがいっぱいいてみたいな感じだったんだけど、水木しげる記念館は水木しげる先生の、あの、人生みたいなのに結構、あの、フィーチャーしてて、もうね、それがすっごく感動でした。うん、あの、水木しげる先生のその作品がヒットしたのが、確か50代とかだったのかな、うん、ちょっとごめんなさい、うろ覚えで、あの、間違ってたらごめんなさいなんですけど、あの、本当にずっと、あの、まあ、なかなか売れなくて、鳴かず飛ばずで、それでも書き続けていたっていうことだったりとか、あとはなんか、あの、戦争を経験されて、なんかその経験が結構、あの、作品にこう反映されてるみたいなことだったりとか、あの、いろんな、その水木しげる先生の、うん、その人生だったり、まあ、その作品に対するなんかこう取り組み方とか、なんかそういうのが、結構ね、取り扱われていて、
すごく面白かったし、また行きたいし、ここも時間足りなかったな、私的には。いや、本当にこういうね、資料館すごい好きなんですけど、めちゃめちゃ面白かったし、また行きたいなって思うとこでしたね。水木しげる記念館。で、水木しげる記念館の、に行く、なんだろう、の周りの道が、水木しげるロードっていうところ、を通っていくんですけど、そうだよね、確か。そうそう、お化けの鬼太郎とか、なんかいろんな妖怪の銅像とかがその辺に置いてあったりとか、こうもう街並みが、なんていうの、美術館みたいな街並みになってて、なんか照明とかも工夫してあるんですよね。もうあの辺ですっごい楽しかったですよ。なんか昭和レトロな感じの、それこそ水木しげるさんのなんか世界観みたいな、駄菓子屋さんとかがあったりとかして、あそこほんと楽しかったですね。まああそこだけで一日楽しく過ごせるなみたいな感じでしたね。また行きたいなと思ってますけど、はい、第2位は水木しげる記念館でした。はい、そして鳥取おすすめ観光地ベスト3の第1位は、鳥取砂丘。いや、そりゃそうだよね。やっぱり鳥取砂丘は第1位でございます。はい、いや、何回行ってもやっぱり砂丘を見て、ああ今年も鳥取に来たなっていう気持ちになりますね。やっぱね、なかなかないから、あんな場所は。鳥取砂丘ね、正直ね、映えはしないの鳥取砂丘、本当にもう一面砂だから、正直映えはしないんですよ。写真映えは全くしないんですけど、はい、でもね、もう裸足になってさ、砂丘をみんなでヒーヒー言いながら上まで登って、で砂丘の上まで登ると海がね見えるんですけどね、あそこからこう海ね見渡せるのはすごく気持ちいいんですよね。まあ鳥取来たなみたいな感じですね。鳥取砂丘は絶対、もちろん鳥取に行ったら行くべきだとは思います。はい、でね、鳥取砂丘の近くになんか、となんだっけ、砂のプリン、なんか鳥取砂丘砂のプリンだったかな、砂のプリン屋さんがあって、なんかね、きな粉みたいなのをかけて食べるプリンがあるんですけど、あれめっちゃ美味しかったですね。ちなみにそのお店はめっちゃ映えます。はいすごいおしゃれなお店で、おしゃれなプリンだったので、ぜひ皆さん、鳥取行った際は鳥取砂丘行って、プリン屋さんで、映えていただけたらと思いますはい、以上、リコのおすすめ長崎鳥取おすすめ観光地ベスト3でしたはい、ちょっと鳥取の話ついでにちょっとお知らせさせていただきたいんですけども、まあね、黒沢かなさん、仲良しのシンガーソングライター黒沢かなさん、毎年鳥取ツアーやってるっていう話をしたんですが、今年もねツアーをやりまして、観光ツアーももちろんなんですけど、かなさん毎年鳥取でワンマンライブをね、毎年、挑戦していて、で今年はもう人生をかけた挑戦をするということで、今までの最大規模の会場、鳥取トリギン文化ホールというところでホールワンマンライブを開催されます。なんと500人規模でございます。すごいよね。もうね、ホールワンマンに挑戦するっていうことだけでもすごく大きな挑戦だと思うんですけど、まあ、さらに鳥取で500人お客さんを呼ぶっていうのが本当にすごいことだなと私は思っているんですが、今年もかなさんの応援に行かせていただきます。そしてなんとですね、今年はリコさんもステージに出てくださいと言っていただき、なんと、
コーラスで参加させていただくことになりました。なので私も本当にありがたいことに鳥取のホールのステージに立たせていただけることになりました。嬉しい。いつも毎年ね応援に来てたんですけど、いつも受付だったりとか、カメラ写真撮ったりとか、そういうお手伝いをさせていただいたんです、いただいてたんですけど、今年は、私もかなさんと一緒にステージに立たせていただけるということで、今からとっても楽しみにしております。鳥取みんな行ったことない人も多いかなと思うんですけど、なかなかホールでライブができるってもう本当にないことなので、ぜひぜひ鳥取まで応援に来ていただけたら嬉しいなと思います。日程なんですが、11月4日の月曜祝日、16時半会場で17時半開演となっております。めちゃめちゃ楽しみですね。素敵なバンドメンバーの皆さんと一緒にご一緒させていただけるので、私も本当に楽しみにしております。予約は、特設サイトもありますし、直接私の方からもご予約受けたまわっておりますので、SNS、X だったり Instagram なんかで DM でお問い合わせいただけたら、詳細お送りすることできるので、気軽にお問い合わせください。はい、そういうわけで、グラスさんからのお便りから、長崎そして鳥取のお話をさせていただきました。ということでね、今日はちょっとこの流れでリコの代表曲と言わせていただいておりますが、この曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ホーム。
それではライブインフォメーションのコーナーです、次回のライブが10月5日の土曜日ですね。こちら黒沢かなさんのバースデーライブが、東京の新宿ロットさんの方で、バースデーライブがありまして、そちらにゲスト出演させていただきます。この日は、みそ太郎さんも一緒にかなさんお祝いに行きますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいです。配信チケットもあります。そして、10月13日日曜日、ホット一駅ワンマン in 福岡ということで、多分ね、年内ラストの福岡ライブになるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ福岡の皆さん遊びに来てください。そして10月27日日曜日、ホット一駅ワンマンボリューム4、下北沢ラウンさんで、ここね初めての会場なんで楽しみにしております。はい、そして先ほどもお知らせさせていただきましたが、11月4日の月曜日が鳥取鳥銀文化ホールで黒沢かなさんのホールワンマンのお手伝いで参加しますので、ぜひぜひ遊びに来てほしいです。そして11月30日土曜日がホット一駅ワンマンボリューム5白楽ナップ、12月29日日曜日が今年のライブ納めです、ホット一駅ワンマンボリューム6が自由が丘ハイフンさんで行います。はい、12月29日ライブ納め、ぜひぜひ遊びに来てください。以上、ライブインフォメーションでした。このオールライト日本ではあなたからのメールをお待ちしております。9月のマンスリーテーマは涼しくなったら旅行で行ってみたいスポット、その他各コーナーやリコに対する質問やメッセージなど何でも OK です。メールの宛先はすべて小文字で riko.alrighd@gmail.com riko.allright@gmail.com、 コーナー名とラジオネームを忘れずにご記入ください。さらにファンクラブリコの遊び部屋、リコの遊び部屋ではオールナイトニッポンシーンの初回放送オールライトニッポンゼロ、そしてラジオ収録後のアフタートークを会員様限定で聞くことができます。リスナーの皆様もぜひリコのファンクラブ会員様ルームメイトの一員になってリコの活動を一緒に盛り上げてください。そしてですね、ただいまリコピンちゃんグッズ、受注販売受け付けてございます。はい、リコピンちゃん、トマトの帽子をかぶった可愛いキャラクターリコピンちゃんっていうの、あのキャラクターがねいるんですけども、リコピンちゃんグッズ作っちゃいましたということで、スウェットと、キーホルダーとクリアファイルとコースターですね。はい、あ、缶バッジもあるか、缶バッジ、そう、めっちゃ可愛くできたので、ぜひぜひ皆さんゲットしていただきたいと思います。在庫を抱えたくないので、受注販売でございますはい、9月30日まで、受注受けたまわっておりますので、皆さんぜひゲットしていただけたら嬉しいです。受注の
サイトページは、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、皆さんゲットして、そして、スウェット着てライブにもまた遊びに来てくれたら嬉しいですね。うん、まあ今年もほんとあっという間に、あと3ヶ月だよ、あと3ヶ月で2024年終わっちゃう、信じられない。あの後半、10月11月12月も結構ね、とはいえライブめちゃめちゃ入ってるので、あの本当に今年会いに来てほしいなと思います。あの初めましての方も大歓迎ですので、特にあのホッと一息ワンマンはすごくアットホームな、空気で、すごい近い距離感でね、あのみんなであったかい空間を作ろうっていうコンセプトでやっているワンマンライブなので、本当に初めての方も大歓迎でございますので、ぜひライブでお会いできるのを楽しみにしております。ということで、また次のラジオでお会いしましょう。お相手はリコでした。バイバーイ。